そうしたなら、また13番のところを開けください。サマーディに関しては、まあ、あちこちに出てるんですけれども、とりあえず、ヨガスータラの3章の3節ですね。で、これはまた、ブラハマーナンダ先生のテクストに戻りましたので、そこにデーバナガリと、あと、サンスクリット語のローマナイズされたもの、ローマ字表記のものが出てますね。そうしますと、瞑想対象だけが、瞑想者の心に、どんな歪みもなく、照り輝くとき、その状態がサマーディと呼ばれる。また、デがひらがなになっているのは、DH、ディだからですね。サマーディにおいては、心は瞑想対象と同化する。瞑想は意識の真の性質を明らかにし、究極の無習字三昧は、個的意識と宇宙的意識の融和、あるいは合一でもいいでしょう。融和、合一を実現する。ということで、まあ大変いい英訳ではないかと思いますね。ブラフマーナンダ先生のね。まあブラフマーナンダ先生っていう方は、ご自身のグル、思っておられたんですが、ラーマナ・マハリシを非常に尊敬してましてね、その後、ポール・ブラントンとも友好を、まあ、ポール・ブラントンさんとの友好を得まして、ヨーギーとしても、それから、まあ、知的な、まあ、教育家としても、あと、サンスクリットはもう彼、達人ですからね、サンスクリットの権威ですからね。で、専門は、脳外科、手術、いいですから、もう、なんて言うんでしょう、神経系統のね、組織、解剖知識とチャクラとの対応とか全部知ってた人です。で、残念ながら、まあ仕事しすぎたのか、まあ、そういう業だったのか、脳一血かなんかで倒れて右側でしたか？半身不随になったんですね。で、言語機能も一遍失われたんですが、その後だんだん回復していって、サンスクリットは普通通りにこう、朗唱できて、英語はあれってちょっと、側近の人がこう通訳してあげないと分かんないような、何がしかの言語障害が残ってるそうです。まあ、脳外科医ですから、なった時に、自分の脳のどこが動かなくなってどうなったって全部知ってたそうです。まあ、専門家ですよね。で、今、何がしか体不自由だけれども、相変わらず、お弟子さんたちが、あそこはね、アーナンダーシュラムっていうんですね。このディアサ・ヒューストン先生ね、もう時々サンスクリットの集中業をやってますけれども、このブラフマーナンダ先生のアーシュラマはね、アーナンダ・アーシュラマ、ね。ニューヨークの方とね、それから、あと西海岸の方に、カリフォルニアのサンフランシスコかな。サンフランシスコの方にも支部みたいなものがありますね。で、このブラフマーナンダ先生はだいぶ早めにアメリカに行ってたので、その後からサッチダーナンダ先生とかスワミラーマとかね、そういう人たちがいたんですね。ですから、ニューヨークのちょっと北の方に、割と広い土地を買われて、アーナンダーシュラマを使ってた時には、インドから来た容疑たちはみんなそこに寄らせてもらってね。で、ブラフマーナンダ先生は、とらわれのない人ですので、まあどうぞ講義もしてくださいって言って、サッチダーナンダ先生たちにもね、ヨガのこう講義をさせたりってしてたみたいですね。まあ人間的にもなかなか素晴らしい方ですね。で、英訳見れば大変知的な人だなってわかりますね。今のところね、瞑想対象だけが、まあ僕たちが例えば第七マナシ、私という思いを対象にしてもいいですし、もっと粗雑なものでは、まあ外の世界の何かに向ける、あるいは眉間に意識を向けるとかね、自分の肉体の一点など、何でもいいですが、瞑想対象だけが瞑想者の心にどんな歪みもなく照り輝くとき。ですから例えば皆さんがこのボールペンを瞑想対象にしたとしますね。これにダーラナーしてくださいってやって、これを何かに立てて、まあ僕がパッと消えたとします。で、皆さんがこれにダーラナーしたときに、皆さんの第六意識にね、まあとりあえず見ると視覚神経、目を通じて視覚神経から皆さんの脳にこの姿が映りますね。映るのは前後式のところで、それをこういうものだと判断しているのは皆さんの脳髄そのものですね。で、皆さんの脳髄です。脳髄という第六意識と視覚神経
という、まあ、脳神経ですね。それにこの姿だけが、これがこのまま、これをね、黄色で緑でっていうとダメなんです。それは名前ですから、名前ですから、このままっていうより他ないですね。このまま皆さんが映してね、何の歪みもなくこのままの姿でじーっとこうだらなして映し取られて、皆さんの意識が他にそれなくてこれしかなくなった状態、そしたらそれはサマーディなんですね。ボールペンを対象としたサマーディなんですね。まあ何を対象としてもいいですね。どんな歪みもなく照り輝くときなんですね。で、歪みあるかないかは非常にはっきりしてるんですね。じーっとだらなしてもらってね、あとでまあ大体これ書いてみてくださいって色のね12色とかなんか渡しておいてね。で、まあ、後からピンクとブルーに変えてくれたら歪みありですね。あと、形ね。まあ、例えば、こういうの、まあ、目、視力にもよると思いますがね。どのように写し取るか、見てる場所で違いますので、描かれたものは、描かれたものは違うと思いますから、違うと思いますが、その人の場所、視座から見てあるがままの姿にとったらそれはサマーディアっていうことですね。そうすると皆さんの頭はもうボールペンだけでいっぱいですから、仏性とは何ぞやって言ったらボールペンってこう出るはずですね。よくあの禅の話であるんですよ、仏性とは何ぞやって言ったら、あの魔三金とか、麻の布だとか、帝禅の白樹とか、木だとかって、木だけに三枚してたら何かって言われたら木っていうのと一緒でしょ。あのねって言ったら子供はなんか自分の言いたいことをこういうのはもう子供がいつでもそれを持って3枚状態に入ってるからですね。まあそういうふうにダーラナーする力、ある意味ではとらわれる力なんですね。でとらわれてもうそこでがんじがらめになっちゃうとすら執着ですね。でサマーディにおいては心は瞑想対象と同化する、とりあえず同化する最初のものは何かって言ったら前後式と第六意識のところです。でそれが第八やら屋敷、記憶に入っていくのはまあ一応時間的にねこう分けるとその後ですね。でそれ、あ、図出さなかったんだね、ちょっと図出せばよかったですね。で第八やら屋敷はどうなるかっていうと、そこはねちょっと違うんですよ。そこまで同化されるんじゃないんですね。でここにまあ対象が何かあったとするでしょ。まあリンゴならリンゴでもね、対象があったとしますね。そうすると皆さんの目がね、まあこれが目玉ですね。目でじーっと見てたとしますでしょ。そうするとこれが目というレンズを入って、ここの原色ですね、仏教でいう原色、あるいは現代用語ですと視覚神経です、を通じてここに入ってきて、皆さんの第六意識はね、第六意識っていうのは普通まっさらです、あのワープロなどの画面と一緒です。とここに第六意識には何もないわけです。考え事していない限りですよ。リンゴだけになるわけです。そうするとここで言うね、心は瞑想対象と同化するの、心は何を言っているかっていうと、この視覚神経とね、それから第六意識、今斜線で書いたところ、視覚神経と原色とそれから意という第六意識です。で他のところ厳密に言うとね、この聴覚神経、自識とかね、美識とかどうなるのかっていうと、そちらは関係ない状態です。もし視覚だけでこれを捉え、あのリンゴを捉えているとしたら、でこのリンゴがまあ香ばしい香りを発して、それが嗅ぎ取れる範囲内ですと、鼻からも入っていって、この香りが入っていきますね。で、耳。これは耳はほとんど、ここは同化されないと思います。音しませんので。弦、G、B、Z。味。これはね、記憶との対象で同化すると思います。どういう味かっていうことを、まあ、その人が判断してね、じーっとだらなしてると、つばき出てくるとか、まあ、特に酸っぱいもの、梅干しとかなんとかですと、これは関係あると思います。触覚も関係あると思いますね。手触りっていうんですか、リンゴの手触り。ですから、まあ直接的には視覚神経、あと付随的にね、その他の
脳神経プラス第六意識、そこが同化されるっていう意味ですね。でその後どうなるか、待って7、8とあって、まあここのとこちょっと斜線消します。これをあるがままに取ったとすると、その記憶が直接ここに入っていきますね、第8荒屋敷。でもここはそれだけになるかっていうと、第8荒屋敷っていうのは記憶の倉庫ですから、ストアコンシャスですね。いろんなものが、いろんな記憶がありますので、それらが眠った状態であっても、それらが解消されることはありませんので、いいですか、三昧っていうのはすでに皆さんが保持している習字、記憶プラスこのあるがままの姿が入ったっていうことで、すでにあるメモリーね、記憶プラス今ダーラナーしている対象が入ったっていうことで、ここは完璧には同化されないっていうことなんですね、第8荒屋敷。それ一応頭に入れておいてください。ですから次何かあって思った時にね、まあ例えばリンゴ食べようかなと思った時に、さっきダーラナしてたリンゴを食べたいのか、あるいは緑のインドリンゴを食べたいのかって、ここにいろんなリンゴの記憶がありますので、どれを食べたいと思うかはその時の状態によるっていうことですね。であるがままの姿を、まあリンゴじゃなく何かを取ら記憶ね、あ知識ね、こう耳や目からね、こう入れたにしても、すでに先入観念があるでしょ。そうすると先入観念プラス真実のデータ1個、2個、3個って、その相対、先入観念、歪みを持った先入観念プラス真実のデータっていう形に第八荒屋敷はなるわけです。ですから瞑想に1回集中したからね、あのサマーディ三昧に1回集中したから、その人のバーサナ実験が解消されるということはありえないわけです。ですからこういうサマーディは無習字三昧じゃなく無習字、まだ記憶の種が残っている三昧と呼ばれるわけです、無習字三昧。それに対してその私意識が、まあずっと入っていってね、ビタルカサマーディからあのビチャーラサマーディに入って、ニルビチャーラがもうずっと深まって、私意識がなくなって、この記憶は全体生命のものだって、私のものではなかったっていう究極のところまで行けば、ニルビージャ、あの無習字三昧まで行くわけですね。その時でもこの記憶が破壊されるっていうことではありません。ラマナマハリシが例えばね、あの16歳で下脱して、あと家出て、でお母さんがやってきた時に、お母さんが自分の肉体的な母親であるっていうことを忘れたわけではなかったわけですね。ですから記憶がね、壊れてしまうっていうことではないんです。母親だと思っていたのがセルフであったって分かるだけの話で、理解の仕方が違ってくるだけですね。でもその三昧が深まっていくと、いろいろな三昧を経て深まっていくと、最終的にはですね、瞑想は、あるいは三昧はですね、瞑想の結果の三昧は、意識の真の性質を明らかにし、真の性質を明らかにするっていうのは、そのまた目次のところでね、前後式から第六意識、第七マナ式、第八荒屋式と分類されていた式、分類されていた式が本当はたった一つの式の異なる働きに過ぎないってわかるっていうことで、あるのはたった一つの式だ。コンシャスネス。ワンコンシャスネス。さっきワン、ナウ、トゥー、ナウスって今を複数形にして数えてたけど。まあ、8コンシャスネスイズって言うと8つの式ですね。まあ、コンシャスネスは普通数えませんが、まあ、8ってつけてカウンタブルね、数えることができるということにすると、8コンシャスネスイズってなりますね。あるいは8 kinds of consciousness。ところが、本当は8つなんかないんですよ。分類すれば8つですが、下脱した立場からはたった一つの式しかないから、唯一式、唯一の式っていうわけです。ミアコンシャスネス、オンリーコンシャスネスっていうわけです。ですから心も本当は一つしかないわけですね。式とか心とかそういうものは一つしかないわけですね。ですから宇宙心と個人心なんてそんな区別もないんですよ、本当は。下脱してしまえばね。ですから合一があるだけでね、ヨーガっていうのは美ヨーガだってサティアノンダ先生が言うとおりです。合一じゃないんだ。ヨガっていうのは美ヨガなんだ。あの、美っていうのは別れたっていうんですね。
本来合一しているのを分けて考えている人がもう一遍合一しなきゃって考えている、まあ、たわけなんですね、今の話っていうのはね。まあ、神と、まあ、創造主と被造物って分けるのもたわけなんですよ、本当はね。そんなものはないんです。命が一つあるだけなんですね。あるいは死期が一つあるだけなんですね。でも一応、分けてしまって考えてますので、そういう段階の修行者としては、個的意識と宇宙的意識の融和っていう形で表現しないといけないっていうね。本当は一つしかないものを分けたから、分けたのがなくなれば融和で一つに戻るだけです。ですから、ヨーガっていうのは合一っていうよりね、本来の位置に戻るって言った方がいいですよね。まあ、サマーディは、ヨーガスートラはサマーディの説明書みたいなもんですから、いろんなサマーディ出てきますので、まあ、またご自分でね、いろんなヨーガスープラの本読んで勉強してみてください。まあ、ここのところはね、この前ブラフマナンダ先生のヨーガスープラのテキストは平瀬の方でずっと購読してて、ここ1時間かけて岩井さんと布引さんの頭に合わせて説明しましたので、テープ聞いてくだされば誰でもわかるのではないかと思いますので、まあ興味ある人はそこだけでも聞いてみてください。その粗雑な次元の方のね、ウジン三昧、無人三昧、牛三昧、虫三昧、そしてニルビージャサマーディって1時間っていうか45分時間かけて、まあちょっとね、図解はテープに入ってますので、説明してみたので、そうしたならサマーディに対するアラマナマハリシの説明ですね。で、ヨーガにおいてはサマーディという用語はある種のトランスを意味し、いろいろな種類のものがあります。まあ、例えば、ハタヨーガ、プラディピカですと、ラヤヨーガ。まあ、意識喪失の三昧を解きますね。で、ヨーガスートラの方では、その粗雑な次元から精妙微細な次元までね。要するに、ウコンジンレベルから、その第八アラヤ式レベルまでね。いろいろなサマーディのことを説明しているわけです。しかし、私が言うサマーディは別でって、アラマナマハリシが言うサマーディは、その、ハタヨーガ、プラディピカにあるラヤヨーガとかね。あるいはヨーガスートラに出てくるそのビタルカサマーディとかビチャラサマーディとかそういうことではないっていうことですね。それはサハジャ。サハジャっていうのは本来の、その次は自然のって呼んでください。自然じゃなく自然の、あるがままのっていう意味ですね。本来の、それから自然のサマーディ。サマーディは real self、全体生命の完全覚知。完全覚知ですから、もう分別が入らないっていうことです。無分別。もう決して分別が入らないっていう、まあ、ラマナ・マハリシみたいなもの。サハジャ・サマーディ。本来の、次元の全体生命というたった一つの命があるがままと、そこから離れない意識だっていうことですね。ラマナ・マハリシが言っているサマーディっていうのはそういうことだ。レベルがあるっていうのは一つじゃないからですよね。こういう三枚、こういう三枚、こういう三枚とか、8段階ね。山、三山、アーサナ、プラナヤマ、プラティハラとか、段階設けるとしたら、それは一つではないですね。まあ、時間と空間に限定されて分別したものでしょう。そういうものではない。というのも、サハリャ・サマーリにおいては、あなたは、全体生命から不利、離れることがない少年を維持しているので、サマダーナ、サマダーナってありましたね。それは、まあ、少年、正しく念ずることですね。正しく念ずる、正しい思い。全体生命、すべては全体生命であり、もし分類するとしても、分別するとしても、全体生命から離れて存在するのではないっていう、念を正しく維持していることですね。少年を維持しているので、活動している間でさえ静かに落ち着いていられます。つまり、どんなことをしようが、それは全体生命としての活動だという 100% の確信がありますので、まあ、100% の受容ができるから、何の恐れもないわけですね。あなたは最良の真実在、real self ってあります。太陽の真実在によって動かされているのを悟るのです。ということは、自分の考えでそうやっているのではなくてね、これは全体生命の働きとして、僕はこの場にいてこういうことをやってるんだし、皆さんはその場にいるんだしっていうことです。
それを 100% 信頼できるっていうことですね。あなたはもう苦悩、不安、心配はないのです。まあ、ここのところ、般若心経では無形下、心、心が無形下、無浮く不、恐怖あることなし、fearlessness ですね。no fear, fearlessness って言っていますね。なぜなら、あなたはそこではエゴに属するものは何もなく、エゴっていうのは仕切られた私っていうよりも、仕切っている自分ですね。仕切っている私に属するものは何もなく、すべてはまあ全体生命のものであるということですね。すべてはあなたは、あなたが言うは合一した何か。何かって言ってますが、ここは上に出てきたリアルセルフのことですね。真実在によってなされている。まあ、例えばこういう講習会をやろうと思ったのは僕のアイデア ではなく、全体生命がこのように現れた僕の心身、一応僕って言いますけども、僕っていうのは下僕の僕ですよ。全体生命に使えている人間。ラーマダーサのダーサっていうのは使える人っていう意味です。奉仕人っていう人ですね。ですから僕っていう言葉はいい言葉なんですね。本来下僕の僕、使える人っていう意味ですね。すべてはあなたが誘惑、合一した何か全体生命によってなされていると分かってしまうからです。もし僕がね、なんぼでも僕とか私とか言いますが、その場合の僕、私っていうのは全体生命として現れた僕、私としてやっているんであって、それと切り離された俺がやっているんではないっていうことですよ。まあ僕はそのように思ってるんです。個人っていうものはないって思ってますので。全体生命しかないと思ってますので。ないって信じてますので、これは私がやっているのではないっていうことです。全体生命がこうやって、全体生命が皆さんとして現れた状態でこうやって一緒に勉強しているだけで、っていうことなんですね。なんか、その辺、わからないところあるんじゃないですか？あるいはわかりたくないんじゃないですか、もしかすると。僕は、ミニヨーガバーシティ、何を言いましたか、ミニヨーガバーシティの最後の時に遺言みたいなのを書きましたし、あるのはたった一つの命。だからあげられるものも何もないし、っていうようなことを書いた時にそれ分かったんです。ですから、3年ぐらい前ですね。それ以来、私という意識に捉えられて感情的になったりすることもありますけれども、すぐ戻って、僕じゃなく、それは全体生命としてそうあったんだ、あるいは今そうあるんだとしか、思えないわけです。他には考えようないんです。他に考えるとそれは嘘だって知ってるからです。なんかそこ、腑に落ちないんじゃないかと思うんです。そこのところがね。どうですか、布引さん、偉いさん。私が全体生命だなんて、そんな恐れを言ったってこんな感じないですか。なんか、そういうやましさっていうんですかね。あるいは、私が神だとは、こう、慢心なしにね、私が神の現れだとは信じられないっていう何か刷り込みがあるんじゃないですかね。刷り込みが取れないんじゃないですかね。まあ、あるいはそうかもしれないけども、あの人は違うだろうとか言えないかありませんかね。おそらくそんなところじゃないかと思うんですよね。ジェーンさん、Can you believe that you are the perfect manifestation of the self? You yourself? Are you agree? Your question? That you, can you believeThat you, your body and mind, you yourself, is the complete, perfect manifestation of the self, of the God. Do you believe? Yeah. Then there is no fear. Sometimes you have fear, aren't you? Haven't you? Then, yeah. Then. Yeah. Yeah.I'm not fully involved. Mm-hmm. Then you have some trust or some believance, and that trust or believance has not yet permeated your whole consciousness. Yeah. わかりましたか。ジェーンさんは完全に神の現れであると信じられますかって言ったらはいって言います。まあでも時々恐れとかその他ネガティブな感情に捉えられることもありますって言うから、まあ本当に私は神の現れであるって 100% 確信したなら恐れとか苦悩とかないわけです。でも sometimes ね、誰でも sometimes ね、捉えられるのはその信頼がぐらつくからですね。あるいはぐら忘れちゃうからですね。
ですから 100% 定まったあの見本がアラマナマハリシとかのプーンジャージね。まあそのような人と、そのような人をグルーにしていったらいいわけですね。まあ、それに関係あるのがね、ダヤーナンダ先生のあのギーターのね、あのまあ割と薄い百何十ページの The Teaching of the Bhagavad Gita ってあるんですね。これはとてもいい本ですのでね、英語をお読みになれる方はギーターの一冊としてお読みください。ダヤーナンダ先生のギーター関係の本としてはこれとね、あと通信教育がありますね。あの通信教育はまだ終わってないんですが、2年かかるって言ってたけど、2年、3年ぐらいかかるんじゃないでしょうかね。かなり膨大なテキストです。で、それにテープが一貫ついてて、その他にね、リトリートでね、何回かあちこちでやってるリトリートで、そのおしゃべりなさってるんです。今回は2章について、今回は6章についてとか、2章についても30何本組とかってあるんですが、まあそういうの聞くのは大変ですので、その通信教育だとテキストだけですからね、あの暇見てこう読んでいけばいいですからね。テキストの方がいいように思います。まあ藤田さんともあの何回か話してたんですが、ダヤマナ先生の書かれることはいいけれども、そのビデオとかね、オーディオテープ見るとちょっと失望する場合もあるんですね。何しろ早口でね、余計なことも喋りますので、本にした段階ではこう余計なことをこうカットして文章をこう整え直しますでしょ。ですから書かれたものの方がいいように思いますね。でそのダヤーナンダ先生の、あの説明で、このサマーディに関係あるところ、サマーディとその無形下無空腹ね、フィアレスネスに関係あるところ。 May I ask a question? Yes, please. This troubles me a little. Yeah. Sometimes I find in scriptures. Please, please. Yeah. Is there not a danger here of no commitment? Of no commitment, maybe to family, maybe to But does it happen to whom? I'm alluding to maybe Krishna or Krishna. Yeah.Image of something very clear for me. Yeah. Moves around, in and out, of these situations and involvement, but doesn't actually commit himself. That's my image. Yeah. But such thinking or doubt, to whom does it arise? To whom? Yeah. Your comment or your opinion. Yeah. Is you are thinking. Yes. Then it happened. It happened to you. Yes, I'm thinking in terms. Yeah. To your mind. Yes. Yes. Is it? Yes. Yeah. I'm thinking perhaps in terms of. Yeah. Maybe. Your thinking arises because you admit that I thought in yourself exists, isn't it?Then, if you stop to think, to stay, I am, and letting go of the next thinking, that doubt or thinking never arises. And if you stay in that state, you can understand this advice of Krishna.But if you continue your thinking based upon your precepts or already gained thoughts, any doubt or question arise. So if you realize, if you can throw away your personal opinion, personal doubt, thisStatement fills your heart, and then you have no any, you haven't any fear, and you realize that your happiness does not depend on any other circumstances or any condition. At the same time, it's not just
Yeah, you say so, but such people like you say the same thing. But if you, we inquire to each one who has such opinion, the answer is, yeah, I have such doubts or opinion. Then each one, when each one inquire, each one practice the self-inquiry, all doubts disappear. All doubts disappear. Then, in this world, there is no doubt, no fear. I understand your thinking process and thinking manner. For example, there have been exist communists and liberalists in this world, and some groups or parties on communal points of view, and they agree that their opinion are true. But for the other parties or for the opposed parties or groups, they are not true, because they have another opinion. And if each party or each group inquire the origin or the source of their thoughts, they must meet I thought without any opinion or any doubt. And the unique principle which is common for all persons or all groups is only I thought. If they can stay there in the I thought, there is no different opinion. There couldn't be. There can't be doubts or different opinion. So we can. Yeah. You are expressing your opinion as personal as well as collective. ジェインさんが、今話されたことね。で、ここの、その、ギーターの2章の71節ですが、これに関してはね、前回やった11月のクリアヨーガのテキストのね、15番のところですので見ておいてください。15番のところね。ビハーヤカーマン、イヤサルバン、プマンシュアって、ビアサ・ヒューストン先生の朗唱を聞いたりしてやりましたでしょ。ビハーヤカーマン、イヤサルバン、プマンシュアラティミッシュアって。そしてその15のところにね、下の方に訳も出しておいたんですよ。一切の欲望を捨て愛着なく、私有意識も私意識もなく、生命活動をする者、彼は平安に到達するっていうようなところなんです。ギータの後読んでおいてみてくださいね。で、それに対してね、ダヤアナンダ先生がね、このようにコメンタリーをつけたわけです。で、その訳音はちょっとさっと読みますと、賢者は幸福のために何にも頼りません。だから賢者は恐怖や執着なく、風のように自由にこの世で生きるのです。そのような人は何の問題もなく、どのような状況に入ることも、それを捨て去ることもできるのです。ということでね、要するに賢者は幸福のために外的なものに何にも頼らない。頼らないから恐怖や執着なく、風のようにね、自由にこう渡っていける、生命活動をできる。っていうようなところだったんですね。そしてどのような問題にね、こう立ち向かうこともできるし、またどのようなことと関わっても
パッとそれを捨てることができる、各速、まあ、百千万発できるっていうことですね。つまりここは好き嫌いなくね、出会ったところを我が命としてどんな状況でも自由に生きていけるっていうところなんです。まあ、ところが今ジェーンさんからご質問あったお話、聞いてた人何がしか分かったかもしれません。後でもうちょっと話見つめてみんなで お茶の時間にでもね話したいと思うんですけれども、その、まあ、自分一人がねこう例えばそういう風になってもね、他の人たち、社会に生きている人たち、世界というものがあり社会というものがあるから何にも頼らずにね幸せになることはできない人たちが多くいるではないか、自分個人的な問題ではないではないかっていうようなお話があったわけですね。でもそういう人たち50億いたとしてね、50億の人がね同じ悩み持ってたとするでしょ。まあこの世に生まれることは例えば苦悩だというような、で一人一人にラマナマハリスとかプンジェ人がね、じゃああなたはどうして不幸なのですかってこうセルフインクワリーを50億回したとするでしょ。そうすると僕が言ったことはみんな愛そうと、私がそう考えているっていう私に戻るでしょうっていうことです。